こんにちは。今日は久しぶりにエクササイズ動画です。で、たった1セットで背中を追い込む山本スペシャルチューニングやっていきましょう。で、たった1セットで追い込めるだけじゃなくて、大円筋って言って背中の広がり、上部の広がりをつけるものと、そしてこの広背筋、横の幅をつけるもの。大円筋、広背筋、どちらも追い込めるんで、ぜひね、懸垂10回以上できるようになったぐらいから取り入れてみてください。やっていきましょう。1セット目8レップいきましょう。で、大円筋を狙う場合と広背筋を狙う場合なんですけど、大円筋をまずは狙いたいんで、アーチだけ作ってお尻に力を入れたら、まっすぐ引いてください。で、特にこの懸垂はネガティブを意識して行っていくんで、4秒かけて下ろしていきます。で、大体8回ぐらいはできるような重量に合わせていく。で、15秒インターバルを取ったら、今度はリバースグリップ。リバースグリップの時は大円筋じゃなくて広背筋ですね。ここまで下ろしてくると一直線になって、よりストレッチがかかるのが分かると思います。少し体を反らしながら上げるというより広背筋に入るんで、まずは一発目8レップ、15秒インターバルで8レップ、その後重りを外して6レップ6レップ、荷重ベルトを使って。でもこれはその懸垂で引っ張るっていうよりも、ゆっくり下ろすネガティブ重心の方が重要です。なぜなら筋肉っていうのはこう収縮させる時よりもゆっくり耐えて下ろしていく、エキセントリック収縮の方が筋肥大効果が高いです。そちらを狙いましょう、特にね。ちなみにこれできればストレートバーの方が大円筋に入りやすいです、もしあればね。これで15秒休んで、今度はリバースグリップでより狙うのは広背筋ですね。ストレッチを特に意識して、で8で、で、15秒外したらすぐ、15秒でもうすぐ行かないですね。これが滑るか。よし、次は6レップ。回数が減ってくんで楽ですよ、それはね。よいしょ。で、15秒休んで、最後アンダーで6レップ。この人で強烈な刺激がね、入りますんで。よっしゃ、行きましょう。
い、という感じでね、山本スペシャルチューニングのやり方でした。こう刺激がマンネリ化している方にはぜひおすすめです。あとこれもね、山本先生の受け売りですが、いわゆるナットプルダウンやられてる方多いと思うんですけど、両手両足お尻と固定されてる中で、懸垂両手しか固定されてないじゃないですか。すごくそのモーターユニットの動員数っていうのは高まって、筋肥大にすごく効果的です。筋繊維のね動員数が増えるんで、少し中級者さん以上の種目になりますが、懸垂ね10回以上できるようになったなっていうぐらいで取り入れてみてください。大会まで残り5日となりました。最後まで絞り切ってどうかな、もうちょっとです。頑張っていくんで、引き続きね動画の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。